杉並太郎さん、本社売却で株価は上がって株売却して俺は不動産で一番儲けだって言って、それは違う、間違ってる。俺は本社をもともとうちの会社のビルじゃなかったから、あれを全部買って、前にあるちっちゃいビルも買って正方形にしてでかいビルを建てて売ったら数百億儲かったっていう話でしょ、うん、そんなの別に発表してないけど調べるとすぐ分かる話なんでどうでもいいですけど、俺が儲かったんじゃないよ、会社が儲かったんだよ。猫がやってかしてるわ。何やってんなお前。それで株が上がって自分の持ち株売ったでしょ。売ってないよ、持ち株売れないもん俺大体今ずっと、うん、なんかインサイダーがあってうち売れないんですよ。